皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もスタートしていきます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のオンラインお菓子教室、アトリエスリーゾンを運営しております、徳本さと子です。よろしくお願いいたします。私はお菓子のプロを目指す方に向けて成果理論などの、ね、レッスンをお伝えしております。はい、今日の、ね、テーマなんですけれども、前回に引き続いてです。また写真撮影についてお伝えしていこうかなと思います。っていうのもね、すごく、ね、好評だったんですよ、前回の写真撮影のお話が。で、結構ね、良かったですってすごく多くの方に言ってくださって、あんまりね、これは専門にお伝えはしてないんですけれども、すごくね、喜んでいただいているので、もう少しお話ししてもいいかなと思って、今日このテーマですね。はい、売上アップにつなげるお菓子のスタイリングテクニックということでね、お伝えしていきたいと思います。はい、このね、売上アップにつなげるっていうのがポイントです。ただただ綺麗に写真を撮ろうとか、そういうことじゃないんですね。で、もちろん綺麗に撮るためのお話をするんですけれども、撮るためのスタイリングなんですけれども、でもただ美しい写真見て、あ、綺麗なっていう写真を撮るだけじゃないっていう、ちゃんと売上アップにつなげる、お菓子を仕事にしたい方に向けての撮り方のお話になってきます。はい、ではね、早速メッセージ読ませていただきます。今日はね、いつも撮影している iPhone を家に置いてきてしまって、違う iPad でね撮影しているので、ごめんなさい、マイクもねちょっと取り付けられてないので、声の聞こえ方も違うかなと思います。ではね、はい、メッセージですね。トシコさん、こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、いつもありがとうございます。ひでっちさん、こんばんは、お願いいたします。はい、それからですね、しずこさん、はい、こんばんは、ありがとうございます。メッセージ、チャビーさんも、少し音質に変化を感じますが、はっきり聞き取れています。よかったです。大きな声で喋りますね。マイクだと小さな声もね、いつも拾ってくれて、ノイズもこう取ってくれるんですね。でも普通に喋るとこの部屋の音というか反響音が入るので、少しこう響いてるような感じに聞こえたりするので、結構声を張り上げて大きな声で、じゃあ今日喋りたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。で、今日もね、午前中オンラインレッスンをマンツーマンでさせていただいてたんですけれども、お菓子を仕事にされる方にはね、この方は何をするとかいうのは目標を私お聞きしているので、その方に合わせてご希望があれば写真撮影も最後までね、お付き合いしているというか、作って撮影するまでを一緒にやってるんですね。で、今日もね、ご希望があったので一緒にさせていただきました。普段ね、あんまりこう撮るっていうのもそんなにこう深く考えず、まあ、できたら普通にお皿に乗せてパチって多分ね、皆さん撮ってる方多いと思うんですけれども、ちょっとポイントを押さえるだけで全然違うんですよ。で、そんな大げさなことしなくってもいいので、大掛かりなことしなくっても、ちょっとしたポイントを知っているだけで出来上がりって変わります。だから私が思っているのは、お菓子のね、仕事を始めたらすっごいおそらく忙しくなるんですね、初め起業したばっかりって。で、なかなか例えば日々のお菓子を作ったものとか販売するものを SNS とかでアップしたいなと思っても、その写真撮影の仕方までなかなか勉強までいかないし、かといって今からどこかに習いに行くっていうのも時間がなかったりするので、始めるまでに少しでもその撮影についてちょっとでもね、知識を知っていたら、そこをスムーズにできる。お菓子を作って撮って、それをすぐに SNS に上げるとか、お教室の先生だったら本当にね、作って撮ってブログに上げるとか、 Facebook に上げる、ストーリーズに上げる、お店だったら、まあ、今日こんなメニューでやってますっていうのを Instagram に上げるとか、販売する方だったら、
ね、あの買ってみようかな、食べてみたいな、ポチってしてもらえるようなお写真が撮れたらいいですよね。でこれ作った時じゃないとなかなか撮れないので、お菓子を作ったらその流れ でね、撮るっていうのがいいのかなと思います。はい、メッセージありがとうございます。すみません、一番上でご挨拶していただいたのが表示されてないでしょうか。あ、本当ですね、すいません、メッセージいただいてますね。はい、お菓子のスタイリングテクニック気になります、今日もよろしくお願いします。あ、メッセージありがとうございます。なんだかちょっと違うところにここのバーが行ってましたね見つけました、ありがとうございます、教えていただいて。はい、ということでね、いい写真ってどういう写真だと思いますか。これね、ちょっと考えていただきたいんですよ。まあ、みんな綺麗に撮りたいっていうのは一緒だと思うんですけれども、じゃあいい写真撮りたいなって思うと思うんですけれども、私も思ってますね、いい写真撮れたらいいなとか思ってるんですけれども、じゃあそのいい写真とは何なのかっていうことが明確に分かってないと、どうしたらいいのかってなかなか分かりづらいと思うんですね。で、私が思う、まあ、さっきの売上アップにつながるっていう風な点から考えるとですね、あ、今メッセージいただいてます、美味しそうなことが一番かもって、うん、それそうですね、あのまずお菓子だから美味しそうじゃないと、もうそれは基本的には絶対条件じゃないかなと思います。いつも美味しそうに撮りたいなって私も思っています。それは皆さんも同じ気持ちじゃないかなと思いますね。そうそう、でもちろん美味しそうに撮るっていうのはその中のね、大事なことなんですよ。で、いい写真って何かって言ったら、誰に何をどんなテイストで伝えたいのかっていうことがちゃんと相手に伝わる写真、これがまあいい写真ですね。でテイストってよく意味がね、カタカナでわからないかもしれないんですけれども、例えばナチュラルな雰囲気のテイストであったりとか、こうアンティークな雰囲気にしたいなとか、洋風、まあ、和風ってあまりお菓子はちょっと少ないかもしれないんですけれども、ケーキだと、あとカジュアルにしたいなとか、スタイリッシュにしたいな、モダンな印象にしたいなとか、いろんなテイストって世の中にいっぱいあると思うんですよ。でそのテイストで自分の撮りたい世界観っていうのをどうやって伝えていくかっていうことになるんですけれども、ただ綺麗に撮れた写真がいい写真っていうわけじゃなくって、売り上げアップにつながるなので、ちゃんと誰に何を伝えたいのか、誰にっていうのは自分のお客様ですね、お菓子を販売する方だったらどんな方に買ってもらいたいのか、その販売するお客様のことです。まずそれがいい写真ですね。そのお客様にこの写真を見てもらって、どんな気持ちになってもらいたいかっていうことをまず考えてほしいなと思います。何があるかな、カップケーキとかのちっちゃいのをいっぱいこう並べたとしますよね。いっぱい画面いっぱいのカップケーキとか、例えばシュークリームがいっぱい画面に並んでいたりしたら、なんかいっぱいあって、なんかこれ見てるだけで幸せな気持ちになるとか、マカロンとかもそうですけれども、全面にマカロンがあったら、なんかわーって、なんかいっぱいっていう感じになりますよね。そういう幸せ感になってもらいたいとか、焼き菓子だったら、焼き上がってこう香ばしい、こう茶色い色がついていて、少しこう割ったりしていると、そこの割ったところからなんかクランブルとかがポロポロポロってちょっと下に落ちてたりすると、わあ、これどんな食感なんだろう、食べてみたいなっていう気になったりすると思うんです。焼き色香ばしそうとか、作ってみたいなとか、なんかそういうことなんですね。この写真を見た人がどんな気持ちになってほしいかっていうのをまず先に決める、ある程度イメージします。でそのイメージに合ったスタイリングっていうのを考えていくんですね。じゃあどうやったらそれを表現できるんだろうっていうところです。で今日もね、レッスンで撮ったんですけれども、前回のライブで
お伝えしたのが光を味方につけようというお話をさせていただきました。で、3つポイントがありまして、まずケーキを窓辺の方に持っていって撮影しましょう。それからこの電気は上はオフ、自然光で撮りましょうということですね。で、光が入る方向は向こうの斜めの逆光、これを考えて配置するだけで光が味方につけれますので、かなりいい感じに撮れますっていうお話をさせていただいたので、それを早速今日実践しました。で、窓辺にですね、持って行っていただいたんですけど、ただテーブルが、ね、なかったので、ちっちゃなこう置くところを用意していただいて、そこで撮影しました。で、何かクロス引こうかなっていうお話をしてたんですけれども、その小さなテーブル自体がすごく表面がグリーンで表情があるこう木目だったんですね。なので、もう木目がすごく綺麗で背景になるから、もうその木目をそのまま活かしましょうっていうことで、何もクロス引くのはやめました。で、一つ目は構図は横ですね、スマホで撮ったんですけれども、横の構図で撮って俯瞰って言って真上から下に写すんですけれども、真俯瞰ではないんですけれども、結構俯瞰に近い感じの位置から撮影しました。で、シュークリームってね、茶色いですよね。ただ茶色いんですよ。上から見たらクリームもあまり見えないし、ただ茶色い物体なんですよ。で、そういう茶色い物体が地味なので、そういう時はちょっとこう色のあるものを持ってきてあげると地味な感じが払拭されるんですね。そういう意味も込めて、ちょっとこう色がニュアンスがあるピンク色のクロスというか布を上に少し置きました。そしたらね、すごくいい感じで光もいい感じで入ったので、とってもね素敵な印象、生徒さんらしいこう雰囲気にね撮れたなって思いました。やっぱりその人がお持ちのお皿とか小物とかって好みが出るので、テイストがちゃんと合ってたんですね。下のこうグリーンの地肌もなんとなくこう雰囲気が、全てのテイストがなんか自然と一致したっていう感じでした。で、そうやってその人らしさって出るんだなって今日気がついたんですけれども、で、ただね、シュークリームって横からも撮りたかったんですね。っていうのはクリームが美味しいんですよ。クリームが美味しいからカスタードのクリームが美味しいだよっていうことを見せたかったんです。だからもう一枚は横から撮っていただきました。それは縦の構図でぐっと近寄ってクリームを強調させて近寄って撮ったんですね。で、これは視覚に訴えて、うわ食べたいっていう気持ちにさせる撮り方というか、一つの方法なんですけれども、そのケーキが一番可愛く見えるチャームポイントはどこかなっていうふうに探していくんですね。まずその売り上げアップにつながるお菓子のスタイリングテクニックとして、3つね、今日はまたお伝えしようかなと思っています。先に何かお伝えすると、まずお皿を選ぶっていうこと、それから下地を決める、で、最後に小物ですね、その他のアイテムを決めていくっていうことです。これ意外と適当にされる方も多いかもしれないんですけど、めちゃめちゃ大事なんですよ。スタイリングですっごい印象変わりますので、こことても大事な点なんですね。で、まず一つ目なんですけれども、お皿を選ぶっていうことでね、大体皆さんお皿何かありますかって言ったら、普段お家で皆さんで食事している普段使いのお皿を棚から出されてくる方がまずほとんどなんです。で、もちろんそれでもいいんですけれども、家で普段使いしているお皿でないものを使うことが基本的には多いです。撮影用のお皿っていうのを私とかはちゃんと別に揃えてるんですね。で、もちろんそれ普段使いしてもいいんですけれども、撮影に向いているお皿っていうのをやっぱりアンテナを張ってて見つけた時には買っているんです。だからその撮影用のお皿っていうのをある程度たくさん持っていて、その中から
選びます。どんなお皿を選ぶかっていう時に大事なのが、まず一つ目がテイストを決めることです。でテイストっていうのは、物にはすべてテイストがあります。で自分が表現したい、そのさっきの誰に何をっていうのの世界観に合ったお皿を選んでください。で例えばナチュラルな雰囲気、体に優しいとか、なんかそういうものにしてるんだったら、例えばですね、こういう木のね、お皿とかでもいいと思うんです。あとカッティングボードとか、そういうのも売ってますので、そういうあったかい雰囲気にされるのもいいですし、例えばちょっとおしゃれな透明感のある感じにしたいんだったら、ガラス食器を選ばれるとか、あとはちょっと和のテイストを入れてるんだったら、ぼってりした陶器選んだりとか、そうね、お菓子だったら例えばクッキー缶みたいなのを利用して、そこに何か詰めてするっていうやり方があったりとか、空き缶とかも使えますし、お菓子の型の中になんかこうね、例えばマドレーヌの型にマドレーヌをこう置いて飾ったりっていうのも素敵だと思うんですよ。そういうふうに、器になるようなもののテイストをまず決めます。で次にね、大事なこと、お皿選びの中の2つ目なんですけれども、サイズ選びです。皆さん、大きなお皿を選びすぎてる人がちょっと多いなっていう感じることがあります。これね、撮影するときにすっごく大事な点なんですよ、お皿の大きさっていうのが。でその写したいケーキに合ったサイズを選びます。大きすぎるものはちょっと良くないんですね。例えばこれとかなんですけれども、ちょっとまあまあ大きいディナー皿みたいな感じなんですけれども、ね、撮影した時に実際の見た目よりも、この余白、大きなお皿のここにケーキが乗ったとしたら、ここから全部余白になりますよね。そうするとこの余白部分ってカメラを通して写真になるとすごくね、目立つんですね。なので実際より結構目立っちゃうから、小さな皿でちょうどいいです。デザート皿ぐらいが一番適してるかな。例えばこれとか、割とねちっちゃいんですよ。でもこれ結構ね、もう15センチのケーキ乗せるのとかにはちょうどいい感じのお皿になります。それからお皿を選ぶの3つ目なんですけれども、色選びです。これもね、すごくお菓子の全体的な世界観というか印象を決めてしまうので、考えないといけないんですけれども、主役はあくまでもやっぱりケーキなんですね。ケーキよりも目立ってしまう柄であったり、もうパキッとした濃い激しい色とか、もう目立つような色ですよね、強い色、そういうのじゃなくって、ケーキを引き立ててくれる色を選びます。だからあんまり激しい色じゃないことの方が多いですね。中にはそういうカラフルなものが合う、例えば虹色のケーキとかだったらあるかもしれないんですけれども、普通のケーキはもうちょっとおとなしい色だと思います。で例えば、こういうのは確かに、ね、素敵なんですけれども、ここにシュークリームを置いたらどうですかね。シュークリームって茶色だから、この茶色に茶色を置くとなんか同化してしまったように見えるんです。なのでシュークリームみたいな地味な色のものっていうのは、ちょっとね、きれいめのものを差し色として入れてあげるとか、お皿でも少しきれいめにしてあげる、もしくは塩とかね、そういうのはいいかなと思います。これとかもね、程よくおしゃれで悪目立ちしない色なんです。すごく使いやすい色だと思います。こういう感じのイメージですね。この辺は好みになるので、絶対これが正解だっていうわけではないんですけれども、一つの考え方として、こういう感じのケーキを引き立てて色が悪目立ちしないっていうことです。でもう一つはですね、さっきもお見せしたんですけれども、こういう丸があって、このヘリについているちょっと幅のあるところあるじゃないですか。これをリムって呼ぶんですけれども、このリムがですね、広くないものの方がいいです。
ちょっとね、空間的に余白ができすぎてしまうんですね。なのでケーキのお皿を選ぶときは、こういうリングがもうほとんどない立ち上がっているようなお皿を選ぶ、もしくはリングがあったとしてもあんまり大きなリングじゃないものですね。これはちょっと短いですよね。こういうちょっとちっちゃめのものを選んでおいた方が悪目立ちしなくて変な空間ができないので取りやすいです。もちろん高度なテクニックがあってセンスがあったらリムが大きいものも高級感出したりとかかしこまったイメージにしたりっていう風にはできるんですけれども、そういうのはちょっとプロの上級テクニックになってくるので、まあ、初心者とかはね、あまり慣れてないよっていう方はそういうお皿を選ばない方がうまくいきやすいですね。あんまり大きくないものを選びましょう。はい、っていうことです。あともこれとかもそうですけれども、リングがあんまりないんですよ。ほとんど平面なので、ここにケーキ持って、ここがちょっと立ち上がってるぐらいなので、大丈夫ですね。で、これも実はね、和食器なんです。あんまりわかんないかもしれないですけど、和食器で色を塗ってるんですね。で、これもね、実はなんか洋風に見えるけれども、和食器なんですよ。これ、どこだったかな？美濃焼きかな？私は和モダンフランス菓子なのでバリバリの洋じゃなくて、これもね全部日本の和食器なんですよ。ちょっと洋風ですけれども、実はそういう感じでこだわって割と選んでおります。あ、メッセージいただいてます。ありがとうございます。はい、れいこさん、はい、徳本先生のお菓子動画とても分かりやすくって本当にありがたいです。これからもいろいろなことを勉強したいです。埼玉県民です。あ、埼玉からありがとうございます。本当にね、このライブを始めて遠い県の方々とね、皆さん知り合えたりして、ご覧くださったりね、来年メッセージいただいて本当にすごく励みになってます。これからよろしくお願いします。はい。で次なんですけれども、売上アップにつながるお菓子のスタイリングテクニック1個目はお皿を選ぶをお伝えしました。2つ目は下地を決めるっていうことですね。この下地っていうのはスタイリングのイメージをすんごく大きく左右するものになります。これすっごく大事、印象がもうガラッと変わっちゃうんですね。でまずいろんなやり方があります。一番簡単なのは、お家に素敵なテーブルがあるんだったらもうそのテーブルの木目をそのまま生かしてしまうっていうのは楽ですね。もうそのまんまでいいので、で私も結構普段のお写真はもうテーブルの木目そのままにしてます。何にもせず楽ですなのでテーブル買うときに、これ撮影したときに素敵な木目かなっていうのも考えながら買われると結構いろいろ使えるのでいいかなと思います。でもう一つは布ですね。これも結構多いかな。ただテーブルクロスってなったら結構高価になっちゃうので、こういうスタイリングをする方っていうのは生地屋さんに行って歯切れというかそんなに大きくなくていいんです。1メートル ×1 メートルぐらいあったらいいので、小さめのものとかを適当にカットして買ってきます。でそれを敷くんです。テーブルだけのここだけの範囲だったら1メートルあったらいいです。ただなんか大きく取るとかって言ったらもっと大きな布がいるんですけれども、そんなに大きな布はいらないです。で布選びのポイントなんですけれども、布に表情があるものを選んだ方がいい。シンプルなハンカチみたいな布じゃなくてですね、例えばこれクリスマスで私前使ったことあるんですけど、クリスマスで赤いテーブルにしようって思った時、真っ赤のクロス敷くんじゃなくて、赤でもちょっとこうニュアンスがあるんですね。これ生地の感じっていうか色にこう表情がありますよね。少し手触りもちょっとふかふかってしてるんですよ。こういうちょっと表情のあるもの、あと新緑の季節にグリーンのテーブルにするっていう時は、例えばこれもねただの緑じゃなくてちょっとねこうニュアンスがあるというか雰囲気があると思うんですよ。でこういうものを選んだ方がおしゃれな感じに見えます。
でもちろんシワくちゃだったらね、シワがはっきり映っちゃうんで、アイロンをちゃんとかけます。はい、アイロンちゃんとかけてください。ちょっとしたシワだったらですね、ネルとか下に敷いて棒を伸ばすとね、目立たなくなるんですけれども、まあ、それはテーブルコーディネートとかしてる人じゃないと持ってないと思うので、アイロンちゃんとかけていただく。もしくは最初からもうぐちゃぐちゃっとしたこう布を買って、もうぐちゃぐちゃっとシワっぽい感じを出すっていうのもいいかなって思いますね。この紙。紙はあまり少ないかもしれないんですけれども、安いです。画材屋さんとかに行って、画用紙のちょっと、こう、ね、いい感じの雰囲気の画用紙とか買ってきて、色付きの画用紙を敷く。それだとシワにならないので、すごく楽です。すっごく昔私、初めてそういうスタイリングをしてた時は、画用紙でしてましたね。そういう画用紙を買ってきてね、いろんな色を取っ替え引っ替えしてました。壁紙とかね、最近売ってたりするので、そういうなんか壁に貼るような壁紙を買うっていうのも一つの方法かなと思います。本格的にちゃんとやろう。お仕事でね、もういつも写すぞとかってなるんだったら、スタイリングボードというのを買ってください。私とこは今も全部それですね。で、スタイリングボードって何かというと、こういうやつです。もう写真撮影用の専用のボードです。これは私のイメージでこれ作ってもらったんですけれども、こういう自分の世界観のイメージに合わせてスタイリングボードっていうのを売ってますので、それを買う、はい、いろんないっぱいあるんですよ。黒い世界観が好きな人だったらこういうやつとかね、ちょっとおしゃれな感じになりますよね。私これはちょっと今合わないので使ってないんですけれども、いろんなのがね、いっぱいあります。ホームセンター行くとこんな木売ってますよね。こういうこんなのを買ってきまして、自分でペンキでですね塗って、これをいっぱい作ってこう並べると、部屋の一角とかにこういうスペースをね作っておくと、そこが撮影場所みたいにできるので、まあ、こういうのすると割と安上がりに仕上がるかなと思います。下地をおしゃれにするっていうのはすごくね、大きな印象が変えることができるので、だいたいインスタとかでなんか素敵だなって思う写真って、だいたいちゃんとしたスタイリングボードとかこういうのを使ってると思うんですね。もしくはテーブルをもすごい素敵にされてるとか。ではね、最後の3つ目ですね。売上アップにつながるお菓子のスタイリングテクニック3つ目は、その他のアイテムを選ぶ。はい。お皿選びました、下地選びました、でケーキ置きます。一番シンプルなものです。もちろんそれでも OK ですけれども、ずっとそればっかりだと少し単調になりますよね。そこでいろんなものを配置します。今日のクロスを上にちょっと置いたりしたのもそうですよね。で、そのスタイリングに使う小物もテイストを同じように揃えます。例えばこの器、ここにケーキを乗せて、プチガトを乗せて、じゃあフォークで食べるからフォークを何か乗せたいなとか、スプーンを乗せておこうかなって思った時、どんなスプーン選びますか？皆さんは。一番 NG なのは、これですね。こういう家でご飯食べてる、家で普通にご飯食べてるこういうスプーン。これディナー用のスプーンなんですけれども、これ横にこう添えたらどうですかね？なんかダサいですよね。変ですよね。これだけ浮いて。じゃあ、これちょっとおしゃれなデザートスプーンありますけども。これどうですかね、浮いたら。少しね、テイストが違うんですよね。でも、なんかこっちとこっち、なんかちょっとちぐはぐですよね。じゃあどうするか。はい、これです。これだったらどうですか？いい感じで合いますよね。テイストをちゃんと揃えた上で、大きさはカトラリー選ぶときのポイントは小さなものにするってことです。小物を配置するときに小物がでっかいと、その小物の方がすごい目立っちゃいます。なので普通のスプーンよりも小さめ、デザートスプーンもしくはティースプーンですね、それぐらいの小さいものを選んだ方がいいです。例えばグラスとか置くときも、ここにケーキ置いて奥になんかちょっとね、グラス、アイスコーヒー置こうかとかって置いたときに、グラスの足がすごい長いグラスを置いちゃうと、足の下だけが棒が見えるんですね。そ
この棒なんですかみたいになっちゃうんです。グラスも全体映さないと何置いてるか分かんないですよね、足だけが映っても。ということは高さを出すっていうことはすごくね、映すのが大変になるんです。壁とかを作らないと向こうのお部屋が全部映ってしまうので、グラスとかも足はね短めの方がいいです。撮影用のグラスを買っていただいて、家では大きなグラスを使ってても撮影用に足の短いグラスを買った方が映しやすいですね、綺麗に。そういうのもあります。あとは植物類ですね、お花とか周りにちょっとね置かれるの好きな方もいらっしゃいますよね。季節の花とかちょっとしたこうグリーンを周りに置いたりとか、紅茶飲んでるシーンとかだったら後ろの方にティーカップを置いたりとか、このティーカップもでっかいものじゃない方がいいです。ちょっとちっちゃいタイプがいいんですね。後ろにこうカゴを置いてなんかねフルーツ持ったりとか、あと例えばね、さっきここにじゃあシュー持ったらちょっと透過しますよねっていうお話だったんですけれども、一つのテクニックとしてこれを使いたいって時はですね、ここにワックスペーパーを敷くんですね。ちょっとくちゃくちゃってして、ここに一つワックスペーパーをかました上にシューを置くとここと同化しないんですよ。なんかそういうちょっとしたミニテクニックみたいなのはいっぱいあるので、使えないことはないんですけれども、そういう小物類をいっぱい使って撮影していくっていうことです。まずね、明日から何かしようかなと思ったらすぐできることをね、今日お伝えできたらなと思ってお話しさせていただきました。はい、ということでね、内容自体はね以上になっております。今日のじゃあまとめです。売上アップにつながるお菓子のスタイリングテクニックです。まず売上アップにつなげるっていう視点で考えるんだったら、まずいい写真っていうのは誰に何をどんなテイストで伝えたいかっていうことがしっかりと伝わってくる写真ですね。ただ綺麗な写真がいいわけじゃないっていうことです。綺麗っていう基準はそこがはっきりしているかどうかということなんですね。で、この写真を見てもらった人にどんな気持ちになってもらいたいかっていうことを相手ありきで考えます。食べたいなっていう気持ちになってほしいとか、なんかいろんな気持ちになってほしいっていうのを想像しながら撮っていきます。テクニックですね、3つあります。で、まず1つ目がお皿を選ぶっていうことです。で、お皿選びで大事なことはテイストを揃えるっていうことです。自分がナチュラル系にしようと思ったらナチュラルなタイプのお皿を選ぶっていう感じですね。スタイリッシュにするんだったらスタイリッシュな雰囲気のお皿を選びます。まずお皿のサイズを選ぶ。2つ目のサイズなんですけれども、皆さん大きなお皿を選びすぎている方が多いなと思います。お皿は小さめの方がいいです。デザート皿ぐらいでちょうどいいかなと思います。なぜかというと、撮影した時に実際の肉眼で見るとお皿の余白っていうのは思った以上に大きく映ってしまいます。ですからなるべく小さなケーキのサイズに合ったものを選ぶっていうことすごく大事ですね。お皿を選ぶの3つ目が色選びです。あくまでも主役はお菓子。お菓子より目立ちすぎない色、柄とかがいっぱいもう目立ってしまう、お菓子より先柄に目がいってしまうようなものではないってことです。あくまでも引き立て役になるような美しい色を選んでいただくといいかなと思います。で、次はリムが広くないものですね。で、リムが広いよりはですね、縁がこうちょっと立っていたり、もうリムがほとんどないものであったりとか、小さめのものの方がやっぱり変な空間っていうのができにくいので使いやすいかなと思います。で、次2つ目が下地を決めるっていうことですね。これはスタイリングのイメージをすごく大きく作用する、印象をガラッと変えてしまうほどのものになります。で、何があるかって言ったら、もうテーブルのそのままの木目を生かす、もしくは布を買ってきて布を敷く、アイロンはかけましょう、はい、それからですね、紙っていう方法もあります。ちっちゃなね、紙ナフキンの可愛いのを撮っていらっしゃる方とかもね、たまに見かけるんですけれども、で、ちゃんと本格的にお仕事でされたいんだったら撮影用のボードというのを買った方がいいです。
っぱり一つ二つ持っているだけでもう本当に置くだけで素敵な感じになりますので、撮影ボードっていうのが最終的にはいいかなと思っています。で、3つ目はその他のアイテムを選ぶっていうことですね。カトラリーであったりとか植物、それからティーカップを後ろにちょっと置いたりとか、何か小物を配置したりするような調味料を置いたりとか、そんな感じです。それもテイストを揃えていただいた上で、ケーキよりも大きすぎないものを選んだ方がいいです。デザート用でもさらに小さめのものを選んだ方がバランスがいいので、ちっちゃくなるような感じのイメージで選ばれた方がいいんじゃないかなと思います。ということでね、今日は売上アップにつなげるお菓子のスタイリングテクニックということでね、お伝えさせていただきました。はい、最後までね聞いていただきましてありがとうございます。写真撮影の方法、食器小物類とても参考になります。ありがとうございます。で、写真撮影お仕事でされない方もちょっとね SNS に素敵な写真あげたいな、ブログにあげたいなっていう時の参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、メッセージありがとうございます。楽しみながら勉強したいです。ありがとうございました。そう、もうね、写真勉強するぞっていうよりも、なんかお菓子作りながら一緒に学んでいくみたいな感じで、気がついたらいろいろ知ってたよっていう感じでいいかなと思います。はい、ではね、最後までありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。